保育のスコアシート1つを偽造したとして大阪市の人が逮捕されたと。2018年岩手県で逮捕が出てますね。戸籍謄本、住民票を、診断書、トイック偽造、卒業証書ですね、学位証明で、卒業証明書っていうのもあるんだ。これが6万です。全てその学生証持って、いや俺この大学なんだって自慢したいですか。俺この大学卒業しました、中退じゃないですってやりたいですかね。ということで始まりました、モティスチャンネルです。今回はですね、そうです、まあね、ちょっとね物騒なやつなんですけども、トイックのねスコアの証明書偽造っていうのがですね出てきてるっていうことで、ちょっとねそれについてね話してみたいかなと思いますね。まあ、調べたところによりますと、こう前から問題になってんですね、この問題ね。で、どういう感じでまず知ることになったのかっていうとですね、僕はまあ当然ツイッターでツイートするじゃないですか、いろんなトイック関係のこととか英語関係のですね。そしたらですね、ある謎のアカウントにフォローされたんですね。なんだこれと思って見たらですね、そうなんですよ、証明書偽造のアカウントだったんですね。僕何トイック満点の証明書を偽造しろってことですか。いや、それはちょっとできませんよ。しなくても取れるから。で、まあ、実際それやっぱ欲しいと思ってる人はいるわけで、コンタクト取ってみたんだけどね、返事来なかったですわ。なんだろう、鍵つけんのかね。名前も、トイック800点プロジェクト前やってたビジョンくんが松本で、トイック900点プロジェクトの鈴木貫太郎さんが貫太郎だから、松本貫太郎っていう名前にしてメール出したんですけど、返ってこなかったですね。その実態ですね、どんなもんなのかちょっと話してみるんですけども、まあ、東洋経済にもですね実際もう記事にはなっていたんですね。去年のね記事に出ていましたね。運転免許証とか大学の証明書、公的な証明書類の偽造を請け負うウェブサイトが横行していると。わーみたいなですね。で、実際ですね、2018年岩手県で逮捕が出てますね。で、それが同サイトを通じて依頼を受けて、英語能力テスト、トイックのスコアシート1つを偽造したとして大阪市の人が逮捕されたと。有印私文書偽造容疑って読むのこれというですね。で、女子大生が依頼をしたということです。で、その偽造したものを大学に提出したんだそうですね。で、それが偽造有印私文書行使容疑というそうですね。それで逮捕されたということですね。学校に提出を求められてて、成績をよく見せたかったとかって書いてます。そうなんですかね、成績をよく見せるなんですか。普通はなんか進学とか卒業に必要だからとかなんじゃないですか。または A 取るために必要とかですかね。で、そのサイトでは住民基本台帳カードとかパスポートなどを10万から38万で請け負うって書いてあるんですよね。で、まあその実際にサイトに行ってみたんですけど、まずね、その日本人じゃないっていうのも分かるんですよ。日本のサイトじゃない。日本語がね、やっぱねちょっとおかしいんですよ。多分中国だろうなっていうのは分かるんだよね。漢字とか見て分かるんですよ。で、面白いのが、そうそう、トイック、まあ、トイック偽造っていう言い方もしないんだけど、こんな風に書いてあるんですよ。ほら、トエルクって書いてあって、どういう間違いやねんって思って。なんだトエルクって。何 ?I の大文字と L の小文字が間違ってるの、トフルとトイックがごっちゃになってるのとかですね、イラララッとしたんですけど、で、実際どういう感じのですね、メニューになってるかっていうとですね、戸籍謄本、住民票を、診断書、病院のやつですね、なんか半角と全角がぐちゃぐちゃで読みづらいな、そしてトイック偽造、卒業証書ですね、学位証明、で、卒業証明書っていうのもあるんだ。これが16万です、すべて。保険証、運転証、学生証、学生証までできんだっていうのが10万で、クリックするとね、京大の学位の偽物がね出てくるんですよ。うわ、まあそうだよね、京大卒業できなかった人とか京大入れなかった人ね、買うんですかね。卒業証明書の方は東大のが出てますね、偽装の。学生証はどんなのが載ってんだろう。上智大学のが載ってる。10万学生証持ってどうすんの。なんかそれで1年しか有効期限ないけど、1年後期に10万払っていいのかな。で、初めて知ったのが、独身証明書っていうのがあるんだね。それも16万って書いてるんですけど、何に使うの独身証明書って。結婚するときに必要ってこと、結婚詐欺に使うってこと、これ使い道がよくわからない。で、トイックの方をですね、見てみたんですよ。どんな感じなのかですね。その偽造のサンプルがあるんですけど、本物とね、フォントがちげえ。こんなんじゃないから。
本物のやつは。で、思ったんだよね。これ、なんかね、半額キャンペーンとかね、ちょこちょこやってるみたいで、その時に8万円だったら、まあ、買ってもいいかなと思ったんだけどね。ただこれね、動画数再生されなかったら、8万なんて大赤字だし、どうしようかなってすごい思ったんですけど、どんなものなのか買って動画にしたいなとは思ってるんですよ。皆さんがたくさん再生してくれればやります。見るとね、一回潰されたみたいなんだよね。で、潰されたけど、また復活したっていう風になってますね。うわ、手付金とかもある。その手付金の払い方がやべえな。いろんな詐欺とかの時に払うやつだね。どこにお金が行くか分かんない方法の払い方、完全に。うん、だからもう海外に行くやつですよ、これ。やば、怪しすぎないですか、これ。なんか説明のところ日本語がむちゃくちゃで何かよくわかんないところ、なんだこれは。サンプルの記載内容は全て架空であることを証する。日本語がさっぱりわからん。お、偽装するときに使う顔写真こうやってくださいとかも書いてある。へー、すげー。うわ、すごいね。まあね、日本は残念ながらこういうことが横行しやすいですからね。まだこういう紙とか証明書ベースでやることがすごく多いので、まあ知ってますね。もうマイナンバーカードが普及しなかったっていうのがもういい例ですよね。中国とか韓国だったらもうガンガンデジタルの世界だから、IC チップとかでね、認証することっていっぱいあるけど、日本はまだこういう見せてっていうので通るところが多いから、やっぱやりやすいんだと思いますね。ほんとマイナンバー復旧しなかった。そう、だからやっぱこの辺はね、まあデジタル化していかないと結構きついと思いますよ。やっぱり、ああ、そうなんだね。海外サイト、日本語で書いてある海外サイト使って、で電子マネーでやっぱ送ってますね。で、中国から国際便で届いてるって言ってますね。はあ、やっぱり。あ、なるほどね。免許の人は、免許取り消しになった人がやるんだね。はあ、免許取り消しになっちゃったけど、でも、通勤とか仕事で必要だからっていうのでやるか。はあ、なるほど。そういうことか。SNS でそれをやめてほしいというか、潰しても次々と新しいのが出てしまうと。はあ、いやー、そっか。まあ需要あんだろうね、そういうのね。確かにね、トフルはそうはいかないんでね、その大学申請するときっていうのは、そのトフル運営してるその ETS から行くからね、スコア。なるほどね、日本トイックのね、スコアシート、そのまま自分で手渡しとかっていう大学とか、大学院あったりするからね。これは、闇がすごいですね。ダメですからね。法律の違反ですから、やってはいけません。はい、そんなことしないで、自力で勉強してください。自力で大学入ってください。自力で。トイックでいい点取ってください。お金に頼らないでください。ほんとね。いや、ほんとちょっとね、ちょっとびっくりしたよね。いや、ばそう、需要があるってことなんだよね。そこをズルしてでも取りたいって人がいるんだよね。そうなのか。ズルしてもトイック高得点欲しいですか。ズルしてもその学生証持って、いや、俺この大学なんだって自慢したいですか。ズルしても、俺この大学卒業しました。中退じゃないですって。やりたいですかね。うん、ちょっと考えたことなかったんで、どうなんですか、やっぱ皆様、お金があったらしたいことなんでしょうか。お金、ね、ちょっと努力をしてる人がかわいそうになるよね、こんなんでね。こんなのがまかり通ったらね、ちょっと許せないなと思って。いや、ぜひ、本当にね。だと行くっていうのは、そう、努力してね、いい点取ってこそ、それこそ本物ですか。だってそんなんでさ、証明してさ、自分こんだけ英語できるんですよと証明して実際ね、その大学に入ったりとかさ、会社入ったりして全然できなかったらさ、何の意味もないじゃんね。だぜひ努力でやってください。そんなのでその大学に入ってるような嘘をさしたってさ、意味ないじゃん。よし、これで受験やめようとかね、思わないでくださいね。この手が打ってかとかってならないでくださいね。まあ、そういうところをついてるサービスなんでしょうけど、ダメです。はい、きちんと努力で手に入れてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. マジで。いや、ぜひ。